それはとある7月の出来事だった。日本シリーズでの8連敗、挙句リーグ優勝とセリーグの8年ぶりになる日本一をヤクルトに明け渡した読売巨人軍。しかし、2024年ソフトバンクの守護神森を手に入れた巨人はウッキウキで投手のリハビリをしていたウプ主の心を完全に破壊した。これはその記録の一部、投手桂の7月のメモリーである。ことの始まりは24勝目を挙げ、有金をすべて変化球研究所に募金している時の出来事だった。WBC の日本代表に選ばれ、オールスター投票も2位の菅野に大差をつけての1位通過、順風満帆の日々を送っていた。しかし、7月に入ったその日、読売巨人軍の優勝マジックは点灯してしまった。全球団が84試合を終わらせ、残りゲーム数は WBC の関係でこの段階ですでに約60試合。本来交流戦までを前半戦とするのだろうが、まだ7月に入ったばかりなので私としては前半戦気分です。ちなみに前年の巨人は4位、一体彼らに何があったら、こんなに化け物じみた成績になるんだろうか。我が DeNA ベイスターズは2021年からの2年間は昨年以降優勝はなし、だからお前たちは勝てないんだぞと、心の中で思ってます。ちなみに去年と一昨年が不調だっただけで、21年も今年もぶっちぎりで優勝してたんだな。あ、ちなみにこのシーズンはもう終わってますが、撮影していなかったのでネタ動画的な感じで編集してます。巨人の総合戦力としては総力は全球団最下位、そりゃあの強打者集団ならこうなるだろうな。守備には目をつむって打撃と投手も見本の指に入るほどの成績です。しかし、おかしいのはどっちかというとこっちではなく、DeNA の方がおかしいので、後で見せます。巨人の野手ランキングは4番でキャッチャーの浮山が首位打者。一輪差で吉川くん。こう見ると坂本、丸、スモークが打てないと見えてしまう。疲れてるんだろうな。ちなみに巨人での私のライバルは吉川くんです。内野安打持ちで左打者。この2点だけで守備がガバガバの横浜の内野陣では、内野ゴロがヒットになります。今の横浜の内野陣を軽く説明しておくと、内野手がファースト以外倉本みたいな感じです。救えねえ。でもまあ、巨人は打撃のチームかもしれんけどそれ以上の打撃力があるのは横浜ベイスターズだからな。おかしい、何もかもがおかしい。横浜は総力、守備、投手の3つが10位なのに、なぜ打撃力は巨人以上なのか。多分これは平均値を元にしてるものだから、巨人にはきっと2軍にミートパワー G 総力 A とかがたくさんいて、そのせいで巨人の平均値が下がってこういう結果になっているんだろうな。俺は認めん、本当にこのグラフが正常ならなぜ巨人に横浜は勝てないんだろう。そう、それはこのグラフが間違っているからです。投手成績は本当に悪いな。俺以外に0点台が一人もいないときたもんだ。まあ普通に見たら俺が異常だと思うかもしれないけど、俺は登板数が多いから自動的に防御率が下がるだけで、みんな投球イニング数が少ないからなおさら下がらないんだろうね。そういうことにしておこう。あと、大瀬良とかいう FA できたし慶州はゴミ箱にポイしよう。他にもエースの戸坂弟とか、2018年ではチート級だった東もいるのに、大体のやつが敗戦の方が多いという。2勝4敗で防御率。約6点台。これは完全に死刑囚ですわ。DeNA に北野が叩かれてるレベル。多分横浜ファンには出ていけと後ろ指を刺され、広島ファンには出ていかなければそんなことにならなかっただろうに。って叩かれてるだろうな、かわいそうに。俺も出てけって思ってるぞ。ちなみにこのデータはシリーズ化するつもりはないのでぶっちゃけますが、この年のオフに大瀬良さんは出てけとフロントから捨てられました。大和も一緒に。新しく来た新人と強くなった奥井が強いから翌年はだいぶ他球団をボコボコにしてるんだけど、なぜか横浜のフロントは投手の補充をしてくれないんだよな。だから横浜の投手力は未だに下の方です。即戦力で今いる連中より投げれる投手を数人取ってくればだいぶいいと思うんだけどね。あとはキャッチャー特能を持ってる星とか。でもまあ、こればっかりは大ペナじゃないし。こうやってたまに動画化して愚痴るくらいの楽しみを私にください。強い、確信。こちらはオールスター投票、菅野と私の票数差、約100万票。野球は一人では勝てない、つまりはそういうこと。巨人、ヤクルト、巨人、ヤクルト。今2位を走ってる横浜の選手が俺以外誰も1位になってないとか、草も生えないわ。続いて個人タイトル、首位打者は二刀流をやっていないので取れないし、セーブ、ホールドは先発しかできないのでできないし、先に月間 MVP を見せておくとこんな感じ、今シーズン唯一の敗戦は謎に打ち込まれた4月の巨人戦です。ちなみに今シーズンは2敗しました、2回目は間違えて試合スキップしたら負けたとかそんな感じだったと思います。首位打者が千波工の先輩ってのがまた面白いよね。
成績は結構いい方みたいですよ。それではまったりした今回の動画はここまで、2月まではゆっくり実況多めになると思いますのでよろしくお願いいたします。